こんにちは、鶴ヶ消防署予防課の藤木です。11月9日から1週間秋の火災予防運動が始まります。これからは空気が乾燥し火災が発生しやすい時期となりますので、火災予防の徹底をお願いします。火災を予防するためにはどのような火災が多いのか把握することが大切です。皆さん、火災の出火原因で最も多いのは何かご存知でしょうか。こちらをご覧ください。令和3年の全国の火災統計によりますと、出火原因の1位はタバコ、2位は焚き火、3位はコンロとなっています。また鶴ヶ味方消防組合管内においても、平成26年から令和3年までの8年間、出火原因の上位は必ずタバコ火災となっています。ここからは出火原因で最も多いタバコ火災について、実際にあった火災状況を再現した VTR がありますのでご紹介したいと思います。一つ目は灰皿内にたまった吸い殻から出火したケースです。吸い殻がたまったガラス製の灰皿に火が完全に消えていない状態のタバコを入れます。開始数分で他の吸い殻に燃え移り、約20分後には大量の煙が上がりました。ついには灰皿が割れ、中の吸い殻が周りに飛び散ってしまいました。この時灰皿内の温度は500度にも達していました。これらの吸い殻が他のものに燃え移ることで大きな火災につながります。タバコ火災を防ぐポイント1、灰皿には水を入れましょう。吸い殻が多く水につけることができない場合は水をかけることも有効です。よし、2つ目は吸い殻を捨てたゴミ箱から出火したケースです。他のゴミが入っている状態のゴミ箱に火が完全に消えていない吸い殻を捨てます。開始数分で他の吸い殻やゴミに燃え移り、煙が上がり、約8分後には炎が上がりました。このまま放置すれば他のものに燃え移り、大きな火災につながります。タバコ火災を防ぐポイント2、タバコは消えたかどうか必ず確認しましょう。よし。3つ目は寝タバコにより布団から出火したケースです。掛け布団の上に火のついたタバコを置くと、煙を上げながら徐々に周囲に燃え広がります。約50分後には敷布団や枕まで燃え広がってしまいました。布団にタバコが落ちた場合は炎を上げずに燃え広がり、最終的に燃えやすいものに燃え移って炎が上がります。また寝ている間に発生した煙を吸い込んでしまうと、一酸化炭素中毒になり体が麻痺して逃げ遅れてしまいます。タバコ火災を防ぐポイント3、寝タバコは絶対にしない。ちょっと、寝タバコ危ないですよ。あ、すみません。絶対やめてくださいね。
消しました。よし。先ほどの寝タバコの事例で、布団を燃えにくい素材で加工した防炎品を使用して同じ実験を行いました。開始数分でタバコは燃え尽き、布団に燃え広がることはありませんでした。このように防炎品を使用することで、もしもの場合でも火災の拡大を防止する効果があります。布団の他にもカーペットやカーテン、エプロンなどにも防衛品がありますので、積極的な使用をお願いします。タバコ火災を防ぐポイント4、防衛品を積極的に活用しましょう。よし。いろいろなケースをご紹介しましたが、タバコ火災は炎を上げて燃えないため、燃焼の拡大が分かりづらく、火災と分かるまで時間がかかるのが特徴です。もう一度タバコ火災を防ぐポイントを振り返りましょう。タバコ火災を防ぐポイント1、灰皿には水を入れましょう。吸い殻が多く水につけることができない場合は、水をかけることも有効です。タバコ火災を防ぐポイント2、タバコは消えたかどうか必ず確認しましょう。タバコ火災を防ぐポイント3、寝タバコは絶対にしない。タバコ火災を防ぐポイント4、防炎品を積極的に使用しましょう。近年、従来の紙巻きタバコのほかに、このような加熱式タバコが普及しています。加熱式タバコのカートリッジにはリチウムイオン電池が内蔵されています。可燃物に混入して廃棄したことによるゴミ収集車の火災事故が全国で急増しています。加熱式カートリッジを破棄する場合には、可燃性のゴミや資源ごみには絶対に混入せず、直接清掃センターへ持ち込むようにお願いします。今回はタバコ火災についてお話しさせていただきました。火災を予防するためには、皆さんの日々の心構えが重要です。喫煙者のみならず、一人一人が火災を起こさないという強い意志を持ち、日頃から火災予防に努めていただきますようご協力をお願いします。以上、消防署からのお知らせでした。